北海道から来ました飯山圭介と言います。なるべく僕らはずれないようにします。ずれない、ずれないようにするんですけど、ただ雪質柔らかったりとかすると、まあ絶対ずれるんですよ、厳密に言うと。 だけどそこをずらさないように頑張る。そのずらさないで板を出していくときってどういうふうに出すんですか？その便利、あの、はい、リズ線とかになるとハイスピードになるじゃないですか。でベンディングで切り替えるじゃないですか。その時に外足をまず始め、捉えて外に持っていくって感じなんですか？そう。それとも重心をこっちに運んでいくって言ったじゃないですか。そしたらその時僕は外足が軽くなっちゃうんです。重心を入れようとすると、外好きだけど重くするわけにいかないですからね。ここが切り返しで軽くなるの、どこが軽くなるんですか？全部そっから重たくなるんですか？後半です。その中盤から、中盤から後半から重くなっちゃ う、はい、そう。ここ重くしたいってこと？そこ重い方がいいんですよね。そこ重くない方がいいです。そうなんですか？そこを重くって後半は圧こうもらわない方がいいっていつも言われる。逆ですよ。僕は後半型で、後半ジューやってやってすごい圧もらうから、それダメ。いや、それ逆ですね。重くするのは無理だと思う。そうなんですか？スパイダーマンくらいの技持ってない。いや、皆さんね、あの前半のトライきちっとしたいとかね言う人いっぱいいるんですけど、前半から重くなってる人ってこの世にいるのかなって思っちゃう。だって無理だもん。そうなんですか？いや、無理じゃないですか。だってこう、だ前半こういう状態じゃないですか。重力こっちかかってるじゃないですか。こっちないじゃないですか。そこをだから重くしよう。絶対無理ですよ。絶対無理じゃないですか、そんなの。無理だもん。なので、その踏むとか荷重するって感覚はもうほんとこう、この辺、あのポールライン向いてから